スポーツバーの皆さんこんばんは亀山勤ですこんばんは NBS アナウンサーの亀井マ理オですあれと思った方もいらっしゃるかもしれませんそうなんです今日は亀山勤さんが甲子園球場で阪神対ヤクルト戦のテレビ解説をつい先ほどまで生でやってくださっていましたので私アナウンサーの亀井は茶屋町のスタジオでそして亀山さんは甲子園ということで初めての2限体制でお送りいたします亀山さんどうも 解説お疲れ様でしたお疲れ様でしたすいませんきっちりとプイプイのフル時間使ってしまいましたので <laughs> <ー>どこでもドアでもない限り戻れないということでいやーでも、えー、それで良かったんです、はい、ある意味それは目論み通りだったんですが、はい よもくらみがいだったのは藤並で勝った勢いで今日は亀友を嬉しく楽しくお送りしようといういやそうなんですよね,ねーワールドカップラグビーのワールドカップで話をしましょう一時間 <laughs> そうです後ほど大畑大輔さん今イギリスにいらっしゃいますが、はい、大畑さんと電話国際電話でつないで南アフリカ戦の興奮をもう一度ということで現地の大畑さんにお話を伺うことになっております、はい、そして先ほどから甲子園亀山さんの横で笑い 合が聞こえていますね。もう一人、亀友ゲストいらっしゃいます、はい。今日は機嫌が悪いかもしれません。<laughs> さあ、それでは今日の亀友は <laughs> スポーツライターの金子達人です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、えー。阪神ファンの金子さんは今日ずっと甲子園でご覧になってたとはい、いかがでしたか？いや、今年僕初めて阪神が負けた試合見ちゃいました。ここであずっと勝って勝って勝ってだったんですね。8戦全勝だったんですけどね。今年ここまですごい勝率。 その金子大名人をもってしても今日は勝てなかったんですね。のの極みですよねね <laughs> 確かに、ね、あの解説は私もテレビの方でずっと亀山さんの聞いてたんですが、はい、金子さんは今日の試合のワンポイント上げるとすれば、どこだと思ままますかまあまあ皆さんおっしゃるでしょうけど、やっぱりスクイズですよね。スクイズと、あと藤並く君の球数多すぎたっていうのがね、まあ確かにね、だからあそこでまあ表をついていって失敗しましたよ。はい けどならもうスリーバンドスクイズまで引き切ってもよかったんじゃないかなという気がしたんですよね,、はい、ね亀山さん、テレビでおっしゃってました、はい、最初失敗したことでむしろスワローズのバッテリーがあスクイズもあるなと警戒する、はい、これが有利に働くかもしれないとおっっししゃってましたただ、まあ、う大和選手も力が入ってたのか、うん、次、インコースのボール球振らされてっていう感じでねちょっと大和君の方が冷静さに書いたかなと。 まさに天王山の緊張感がここへ来てという感じではありましたただあのサードゴロの時の川端君もグローブから手が出てもなかったでしょそれぐらい染みれるシーンだったんですよ<ー>あのプレー早ければ月もあるかなと思ったんですがそれぐらい両方力が入ってい,た、はい、いや本当にねあそこが本当にターニングポイントになったかもしれませんね、はい、ただ、えー、セリーグのペナントレースまだまだわかりません今日は金子さんに後半スポーツキーワードのコーナーでいつもはサッカーが多いんですが今日はもう セリーグの優勝争い金子さんはどう見る？このタイトルでよろしくお願いします。ラグビーでいいんじゃないですか？まあまあ予定ではそういうことになっております。もちろん、えー、ラグビーもお届けしたいと思っております。はい、今日もあなたからのメッセージメールでお待ちしております。カメトモアットマーク mbs 一一七九ドットコムカメトットマーク mbs 一一七九ドットコム 野球ファンサッカーファンはもちろんですがいつもくださっているラグビーファンのあなた今日はいつにも増してお待ちしておりますよ後ほど大畑大輔さんと電話もつなぎますメッセージ紹介させていただいた方には白ご飯にかけておいしいおなじみのノベルティー亀友明石のりふりかけをプレゼントしておりますはいそれでは終までよろしくお願いします 亀松友の亀友スポーツマンで、最初のコーナーはいつも通り亀友スポーツジャーナルです。先週から今週にかけてのスポーツも、スポーツの様々な話題について、今週は甲子園にいらっしゃる亀山つとむさん、そしてゲストのスポーツライター亀友金子達人さんと話をしてまいります。はい、まずはこちらから。 熱プレー級セパリオリーグ熱戦が続いていてますタイガースは先週4試合を行って2勝2敗首位はスワローズそして今の時点で2ゲーム差タイガースが2ゲーム差なしでジャイアンツが3位となっています一方パ・リーグオリックス・バファローズは3勝3敗さらに17日の木曜日ソフトバンクホークスがリーグ優勝を決めています 最初の話題ですが昨日のいいところ8対1でスワローズに勝ちましたタイガースの試合です2番今,成、えー、今シーズンは2戦2敗防御率0.69と抑えられていたスワローズのピッチャー山中相手に今シーズン初めて2番今成という打線を組みました。 今成選手1回ワンアウトレフト前ヒットでいきなり出塁すると福留選手のタイムリーツーベースで先制のホームを踏みました2回にもライト前タイムリーを放つなどこの日は4安打2打点の大活躍でした、えー、2番今成選手だったんですが亀山さん、うん、はい、今日の試合でもいいところ今成選手多かったですよね。 だったらもうちょっと早くこの打順でよかったかなという気はね、<laughs> <laughs> いいんですよ、はい、ただ、上本選手が怪我していないというところで、はい、迷わず行ってもよかったかもしれないですね今、本当にバットがよく触れているようにテレビでも見えました触れているのも含めて、どうしてもやっぱり鳥谷選手が一番で、はい、その勝負避けられるんですよねうん、だからある程度、雰囲気持っている2番バッターを入れておかないと、鳥谷選手のフォアボールが増えるだけで、ええ。 っていう場面がちらほらあるんでね。う,ん、うん、まあ、これ機能すると思いますけどね。こう、うん、って言うと、もう十試合しかないので、<laughs> 何とも言えないんですけど。二番っていうと、亀山さんよくおっしゃるのが、バントもしなきゃいけない。自らを殺して、一番、そして三番につなぐ役割もしなきゃいけないということなんですが。はい。今何選手はどんなタイプの二番で、行ったらいいと思いますか。いや、だから、その、バント、今日、今日も一つセーフティーバントを決めましたけど。はい、アイデアも持ってますし。うん。 あのバットに当てるのが上手い選手ですから、鳥谷、うん、選手の盗塁と言わずにエンドランかけれる。<ー>左バッターなので、一塁二塁間引っ掛けてしまえば、一、うん、塁三塁というチャンスが広がるという。シーンを作れる二番バッターだと思うんですね。うんより攻撃的なタイプです、ね。そうなんですよね。金子さん、うなずいていらっしゃいますが、いかがでしょう。いや、あの、本当に、昨日から。 今成選手の持っているのがバットじゃなくてラケットになったかのような本当に当に、はい、てられますよね非常に頼もしく見てましたけど明るい材料が、ね、今日の試合でなんか全部シューンってなっちゃった感じが <laughs> <laughs> そうなるとちょっと後ろが弱くなったりするんですけど課題はあるんですが、まあ、1から5で勝負しますよという姿勢でもいいのかもしれないですね。はい ピッチャーの記録の話題で言いますとオースンファン選手が先週の火曜日15日でしたセ・リーグトップ独走の40セーブ目を挙げています、えー、クルーンが作った41セーブの外国人投手最多記録に大手ということなんですが一方で心配なのが残り10試合でオースンファン今日は登場場面がありませんでしたが亀山さん、はい、もう使い続けるしかないですか。 いやそれはもう勝ちパターンだったら使わなきゃダメですよね、はい、心配してる場合じゃない,はいここから先ちょっと休ましてくれって言ってるじゃあ何のためキャンプからやってきてんだってのもなるんで、うん、本人はもうやる気満々ですからねその代わりも同点もしくは勝ってる、はい、ゲームじゃないとダメですよこれも限定でもちろんはい。前回甲子園で投げたみたいな負けてるゲームで三連投とか、はい、そういうことはしない方がいいですね、うん、これ亀山さんイニングまたぎってもう出てきますかねいや可能性はまだまだ十分あると思いますね、うん、はい そして藤浪投手が同じ15日の中日戦で200奪三振に到達しました今日は残念な結果になりましたが亀山さん、はい、藤浪投手今シーズン改めてさらにアップしたところレベルアップしたところを教えてくださいまあだから、悪いボールボールでいくときあるんですけどまず一つ球数が投げれるようになった、ええ、で悪いなりにある程度こう立て直しながら。 ゲームはは作るっていうところは成長の部分ですよ、ねうん、ただ、今日打たれた日本がいずれもスライダーの真ん中 <laughs> ああいう失投なくしていけばもっともっとあと球数を減らしていければもっともっととっいう15勝は軽くクリアできるようなピッチャーになってくるはずなので。はい まあ課題があるけど抑えるってところが今の成長度合いかなとこれ亀山さんあの4月、5月ぐらいまでの段階だと、はい、左バッターに弱いってすごく言われたじゃないですかそうですねそれが、なん度このとこなんか消えたというか、はい、イメージ払拭した感があるんですけどこれななんんででしょうんだから横振りが少しこう縦振りと言いますかね、うん、横に回すとどうしてもシュート回転するので、はい、左バッターに見やすいというところを修正できているところ。 力が入ると出るのが、うん、今日の川端君に簡単にファーボール出してしまうとか<え>そういう部分がやっぱりまだ課題ですね綺麗には拭てないですよね一方、パ・リーグオリックス・バファローズではこんな寂しいニュースが入ってきました平野敬一選手引退です不屈の闘志を持ったガッツマンがグラウンドを去ります今季限りでの現役引退が発表された形です谷選手に続いて球団の功労者ユニフォームを脱ぐということになります。 度重なる怪我に悩まされ今シーズンもふくらはぎの痛み、右かかとの痛みが感知せず出場登録をシーズン序盤から抹消されていましたもう一度怪我をしたらプレーできなくなる次に上がるときは完璧に直してからとファームで調整を続け復帰を目指していましたが169センチ、67キロの体にとうとう限界が来たということです。 シーズンが始まると、亀友、スタジオにも来てくれました、ルーキーの西野選手が活躍、自らの後継者として、平野選手、極意、守備、そしてバッティングの心構えを伝授していました、ポジションを譲るわけにはいかないと、闘争心は出しながらも、若手の台頭を喜びながら、満身創痍でプレーをする姿がありました亀山さん、タイガースでも活躍した選手です、寂しいですね、はい、やっぱり。そうでですねね、うん、小さい体で、ね 多分体の小さい少年野球とかやってるる、ね、野球少年たちに夢を与えた選手だと思うんですよね。オリックスでは谷選手も先に引退を発表していますし今シーズンあの長年活躍した選手の引退発表がここにきて相次いでいます、まあ。特にドラゴンさんが多いですね和田 谷繁、はい、小笠原、そしてピッチャーの朝倉、です、まあ、世代交代の時期というのもあるんですが、はい、あと横浜ジャイアンツでも活躍しました高橋久則投手、埼玉西武は森本飛り選手に西口投手、楽天は、亀友でもインタビューさせていただきました、斎藤隆選手、はい、そして小山投手などということになっています。そしてて亀山ささんこんんんこなメーールが届いてるんですよ、はい、ラジオネームゆずぽんさん川内長野市の方はい、はい キのノ投手についてです、はい、引退かというニュースが入ってきましたが、えー、心配で残念でなりません、うん、今後の進路が気になるところですが大好きなファンとしてはひとまずお疲れ様でしたと言葉をかけてあげたいなと思いますキサノキ投手のラベルがついた赤しのりふりかけご飯のともに重宝しています えー、まだ情報入ってきていないんですが、えー、今シーズンの一軍での登録難しいんじゃないかというニュースが新聞上などでは出てましたただ、はい、まだ僕のところには電報は来てないので <laughs>、はい、電車バトンは飛んできてませんのでまだ分かんないです、ね、<laughs> そうですすねねそう鹿児島ルートでそういう情報が来るかもしれませんしいろんなにインターネットのニュース見てましたらですねはい ハンカチ王子にもチャンスあ上げてほしいんだけど草薙投手にもぜひ機会をというコメントがあったりして、うん、ああそうだよな日本ハム確定したところでなんとかクライマックスでいい働きをステージを用意してくれたらなとも思いますし、はいはい、変わってまいりましょうサッカーです。首位大宮撃破、亀友の森島弘明さんがアンバサダーを務める J2 のセレッソ大阪はアウェーで大宮アルディージャに2対1で勝ちました。 えー、この夏新加入したフォワードエジミューソンの移籍後初得点なので2得点4連勝としていますやりましたかやりましたね、えーえー、大宮以前 J2-1 で勝ち点68なんですが2位のジュビロ岩田が勝ち点58そして3位にセレッソ大阪勝ち点57ということで自動昇格の2位圏内まであと,あと勝ち点1と いいうことになってます金子さん、セレッソ、どうですかね、上がれそうですかね、まあ分かんないですよね、ただ、まだ残り10試合ありますんで、プロ野球の10試合と違って、サッカーの10試合、結構大きいですから、まだまだ首位も優勝も可能性、十分残しましたよね、そうですね確かにそうですね、だ10試合で勝った言いましたもんね、野球はもう10試合ですからね。 えー、セレッソ、あさって水曜日23日の祝日ですが、ホームのヤンマースタジアムで水戸ホーリーホック。 二十七日の日曜日がアウェーで徳島ボルティス、そして十月四日日曜日がホームのヤンマースタジアムで、現在四位のアビスパ福岡を迎えてのゲームということになります。うん、ただ、新加入のエジミューソンが取ったというのは大きかったですね。前半の十一分、ディフェンダーの丸橋選手のクロスから移籍後初ゴール。一対一の後半三十分には再び丸橋選手のクロスに飛び込んで、オウンゴールを誘発。まあ、実質、エジミューソンで二つ取ったと。 いう形になりました、えー、試合後のコメントですフォワードはゴールを取ってなんぼ本当に嬉しかったですと 日本語でおっしゃったんですかねなんぼっていうコメントが出てますね <laughs> <laughs> とにかく素晴らしい結果江島さん本当に良かったです加入から2ヶ月アウトオリ監督から個別の2部練習を課されるなど必死に汗を流してきた中でようやく結果もついてきましたまだ状態や連携面に課題は残りますが、えー、フォワードの玉田選手が現在左足の痛みで離脱中だけにこのエジミューソンの台頭は大きいと言えそうです選手全員のこの日はハードワークもあって 勝てるチームになっていることを示せたとアウトオリ監督首位大宮とは勝ち点差11 2位岩に勝ち点差1となっていますそして金子さんに伺いたいのがドイツドルトムント香川選手の副長ぶりです、えー、直近の試合で1ゴール1アシスト、えー、いろんな新聞などの評論では最高点およびそれに次ぐ得点がつけられて魔法をかけて得点も決めたと いうことになっていますブンデスリーガの公式サイトでは香川選手マンオブザマッチにも輝いたということですレバークン前に3-0で解消開幕5連勝ということです金子さんどう見てますか香川選手の調子はまずまずですねまずまず、はい、こんなもんじゃないってことですかはいもうこんなもんじゃ全然ないんで、ええ このマン・オブ・ザ・マッチだとか採点1.5程度で全く満足してもらいたくないですねあの日本代表、この前の試合でも香川選手、非常にいい動きがありましたえっと、ね、僕はそうは思わないんですよ。あそれはあの逆に聞きたいですね。あの相手にその程度で満足しているのかっていうところですよね、うん、それはもう香川選手もそれから原口選手も同様なんですけど仕掛けてはいましたよ、ええ、でも、ね、仕掛けたんじゃなくてクラッシュしないと相手を。 叩きのめさないと、はい、ぶち壊さないと。そこがもう、全く、こう、なんて言うでしょうね。自分を。知らないというか。はあ、自分の中に、どれほど大きな才能がね、眠っているのかっていうのを。もっと気づこうよ、分かろうよ、っていうの、すごく感じましたね。金子さんが思うに、香川選手の今、眠っている部分っていうのは、具体的にどんな部分でしょうか。いや、あの、すべて。全部足んないです。うん、あの、世界中が。 香川真司という名前を知っていてもおかしくないぐらいの才能を持っているのに、はい、まだドルトムントのファンと日本人だけでですから騒いでるのはあ亀山さん、このポテンシャルっていう意味ではどこで開花するか難しいところですねうんただ、今の金子さんの話を一年で聞いてると、ええ、やればできる子だからと言ってるように聞こえますから、ね、でもっともっと上を目指して頑張ってほしいと。続いては やればできる子じゃないやりましたというニュースこちらです <laughs> 大金星ラグビーの第8回ワールドカップイングランド大会で世界ランキング13位の日本はイギリスのブライトンで行われた1リーグ B プールの初戦で世界ランキング現在3位の南アフリカに34対32で勝ちました91年大会のジンバブエ戦以来24年ぶりの歴史的勝利となりましたこれやりましたね これ亀山さん深夜でしたけどどうしてましたゲーム見ました見ましたあの昨日やってたやつ録画してみましたあなるほどなるほど、はい、金子さんはどんな風にこの試合はご存知知られましたいやいやもう生で見てましたし見てました、ええ、もう後半二十八分だったかな五郎丸ルくんのトライのあたりから、ええ、もう泣き始めちゃって大変でした一 <laughs> 人エクエクしてました僕もあの後半二十分切ったぐらいかなええ。 ぐららいからずっともう座って見てたんですけど途中が立ち出しましたねビの中で立ってみてましたね <laughs> 僕土曜日会社で泊まり勤務だったんですけど、はい、あの BS が見られるあのモニターを会社中探し回りましたねうわ <laughs> やっぱり泣きました本当にうこれはあのよく奇跡って言葉使うじゃないですか、はい、でもねこれ奇跡ってもう手垢つきすぎてて、うん、普通なんですよね<ー>もうこれ革命とか いう言葉じゃないと当てはまらないぐらい、はい、とんでもないとてつもない大勝利ですよねうーんメールもいただいてますラジオでもお茶しましょさん神戸市中央区の方です最後まで眠気がぶっ飛ぶ白熱の展開引き分けでも大金星なのに勝つために来たんだから負けるかもしれない展開でも勝ちをもぎ取った15 ラグビーは他よりも奇跡が起こりにくい競技と思っていましたのできっとニュースもたくさん取り上げるだろうと思っていたのに亀山さん、もっと評価してあげてくださいって、はい、あ、亀友はいいけれども他のメディアに対してまだいけるだろう、はい、もっとやれよというお便りでございます。なるほどめめちゃめちゃゃ評価しててますようんだって ここ何年かの中で久々に寒いもも出ましたもんね <laughs> まあでも確かに、はい、今日あの東京のスポーツ新聞、はい、デイリーを除いて全部ラグビーだったんですけど、はい、大阪の駅着いて、あれ、あれ、阪神ですか <laughs> あなるほどね。<laughs> ね一面の内容が、ねはい、違いますからね、五郎丸選手のコメントが印象に残ってるんです、奇跡ですねっていうふうにおそらく問いかけられて、いや、ラグビーに奇跡なんかないんです、これは必然ですと。 うん、僕たちが積み重ねてきたものがちゃんと出た結果なんですということをおっしゃってましたでいつも大畑大輔さんが、えー、言ってたのはラグビーっていうのはコンタクトスポーツなので、はい、バンク狂わスが起こりにくいと、うん、実力差が残酷なまでに出てしまうスポーツなのでどうなるかということだったんですが亀山さん、はい、前半で12対10、ずか2点差、はい、2> 30点ぐらいいかに点差を少なくしてロースコアに抑えるかその通りでしたもんね。ね それよりも3点差をゴールトライを取りに行ったのの選択が渋かったですよね。最後のワンプレーのところですよね、はい、新敏で南アフリカ1人少なくなって反則を受けてキックで同点を狙ってもいいよという場面で、はいあのー、記事などを見ているとエディー・ジョーンズヘッドコーチはキックして同点というのを指示をしていたそうなんです。と、はい、ところががリーチキャプテン他現場の15がいや行けると 手応えがあるから逆転狙うんだということを自ら選択して自分たちで判断してあのプレーになったそうですかっこいい余計寒いも出てきたまたイギリスの新聞がワールドカップ史上最高にして最大の決断って評価してましたね,ねはい。さあそのイギリスでは今どんな空気なんでしょうか亀友の大畑大輔さんと国際電話がつながっています、はい、大畑さんはい。おめでとうございますおめでとうございます ありがとうございますって、僕がありがとうございました。いや、本当すごかったです。大畑さんは解説で生でご覧になってました。その時の瞬間、はい、どんなお気持ちでしたか。いや、もう、本当にもう、皆さんと同じような気持ち。本当に感動しました。うん、震えました。大畑さんはどのあたりから、これは勝てるんちゃうかと。いうふうに。いや、もう、やはりね、ずっと。 来週し南アフリカのの選手たたちの表情が冴えなかったんですよ、うん、もうずっとずっと追い込まれているそして日本代表の選手たちの表情がどん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 元気になっていくっていう,、うんうん、うその表情を見てるとこれはいくんちゃうかなっていう気持ちにさせられましたよね、うん、実際にピッチでプレーをしているとグラウンドでプレーをしているとそこの手応えっていうのはやっぱり選手が一番わかるもんですかそうですねやはりそのキックオフ 本当に南アフリカに対して自分たちは勝つんだという強い意識は持っていたと思うんですけどやはり世界一のフィジカルってどんなものなのかっていうのは多分、なかなか想定はできなかったと思うんですよね。はい、そこの中でキックオフ早々にちょっと攻め込まれたシーンがあったんですがそこで守り切った瞬間にあ俺たちいけるというような手応えをつかんだと思うんですよね。そそこから本当に戦いいい方がが自分たたたちちののやりやくとをるんだっていう強い気持ままま出ててししで全っ隠 格上に対して戦うというよりも、この試合にかけて、まず試合、しっかりと自分たちの中で勝利を目指し戦うんだというような、本当に意識が伝わってくるようなゲ、ね、ームを亀山さんはいかがですか、小畑さんにいやもうね、武子ですけど、上田さんと並んでテレビで映ってる瞬間の嬉しそうな顔がもうもう、やっぱりすごいなと、<laughs> やってくれたなって顔してました,もいやもうまたそれもあれなんです僕たちの目の前のところで最後、 あありましたんであの攻防がはい,、はい、いやもう本当にもうね、鳥肌ものというか、うん、もうね、皆さん結構やっぱりその、バン狂ラースって言われますけど、ラグビーって本当、バンわラースってそんなないんですよ、はい、だからやはりこれはもう、世界3位のチームに、ラッキーとかそんなんじゃなくて、本当、実力で勝ちきったシーンだったので、うん、素晴らしかったですね本当に悔しさも含めて、しっかりと準備できた結果ですよね。はい そうですね本当にもう自分たちの中で、まあ、そのこの大会前に調整とかじゃなくて4年間通してしっかりとワールドカップにかけてのアプローチをしていたんですよね、うんそれがやはり実ったシーンで、まあ、ここまで来るのに本当相当な努力をしてきたので自分たちの中でもやはりその世界一の練習へとそういったことを本当に、ね、裏付けるだけのパフォーマンスをしっかりしてくれたと思いますね。うん金子ささんんはいかかがですか大畑さんに あの大畑さん、現場というか、ピッチにもしいたら、ですね最後のペナルティーかトライか、どっち、チョイスしました、はいはい、いや、でもね、あの現場に関しては、そのペナルティーの一つを結構取らわれるんですけど、うん、その前に南アフリカがゴール前まで攻めたときに、はい、同じようなシーンでペナルティーを選んだシーンってあったじゃないですか。ブインが浴びてててまししたねあの時ってやははり南アフリカとしては、うん やはり力で押し切って取らなきゃいけないシーンだったと思うんですよ、確かに、うん、でもそれをさせれなかった、できなかったって自分たちの中で判断したと思うんですよね、うんうん、それぐらい日本代表の圧力が強かったと、うん、なんとしてもここはスコアだけでもまずは上回っておこうというあの3点を選んだ瞬間に、うん、日本代表の選手たちは絶対いけるって感じたはずだと、向こうの方が得点リードしてるかもしれないけど、<ー>俺たちの方が精神的に優位な状況にあるって感じだと思うんですよねはははいはい、はい3点は奪われたけど。はい はあ、もうあの瞬間に精神的な状態、上回ったと思いますねこれまたサブイボの話ですねスタジアム全体がもうジャパンっていう応援に変わりましたもんね、だからその、まあ、ラグビーって不思議な競技なんで、ね、あのお客さんが本当にその南アルカのファンの方が多かったんですけど、はい、やはりジャパンの活躍に対して、南アルカのファンの人たちも本当に素晴らしいゲームだった。そして試合中にもねやはり、うん 一つ一つのパフォーマンスに対しての本当にね正当な評価をして盛り上がってくれましたんで、はい、本当にそのスタジアム全体が完全にねもう一つになったシーンでありましたね,ね<ー>、うん、さあそして中3日で次が世界ランキング10位のスコットランド戦です。ここは大畑さん、んどななポイントがありますか、はいいや、もうう同じような形です自分たちの戦い方を。 しっかりりとととやりきるここが一番重要だと思いますね世界3位のチームに勝ったということなんで、うん、大畑さん、中三日ってこれ、はい、どれぐらいリカバリーできるもんですか、体力いや、もう、相相当きついです相当ききつついいでですすかやっぱり午後中3日、ワールドカップで経験したことあるんですけど、うん、相当きついんですけど、この中3日に対しても、本当にこの4年間を通して、ワールドカップの,このスケジュールが出た瞬間から、うん、しっかりとシミュレーションを組んでるんですよね。うんうん だからこの中3日に関しては選手たちはもう完全にえ中3日っていうようなネガティブな気持ちじゃなくてやはりこの中3日に対してしっかりとアプローチしてきた自信もありますので<ー>はい、はい、大丈夫だと思うそして何よりもやはり苦しい試合でしたけど勝ち切ったそしてプラスワールドカップってやっぱり特別なもんなんですよねやはりあのこれだけの経験値の豊富な南アフリカでさえでもやはり初戦 うまく戦えなかったということも考えて言うと、うん、やはりスコットランドとしても初戦で勢いのある日本で戦うというのはなかなか難しいと思うんですよなるほど大そういったことも含めていけると思います、うん、次の試合も我々全力で応援したいと思いますはい、はい、お忙しいと本当今日はありがとうございましたいえいえありがとうございましたありがとうございます、はい、失礼します、えー、イギリスにいらっしゃる大畑大輔さん、えー、国際電話で伺いました 亀山さんやっぱり現地ではまた違う喜びというか実感があるみたいですね。いやー、そりゃそうでしょう。う堂々と街歩きますもん、大畑君もね。<laughs> レジェンド大畑ですよ。またすごい、なんていうんですかね、あのー。 歴史が日本のラグビーに刻まれたということになりますね、はい、大畑さんはいろんなインタビューに対してこの南アフリカ戦一人だけのヒーローはいないんだとまさに全員で掴んだ勝利だと思うリザーブの選手も含めてということを強調されていました、うんはい、メールも続々届いています、えー、まず藤井寺らのラジオネームラッコさんですまだ興奮から覚めません新聞なども全部読み漁ってます CS 放送録画して結果分かってるのに何度も見てますアナウンサーの方のやったやった日本 やりましたの実況、かっこはてなが奇跡を物語っていましたね <laughs> 最後のトライではいけーとアナウンサーも叫んでましたとそしてラジオネームシナモンさん加古川市の方はこうです私、試合中はもうハラハラドキドキの大興奮でしたそして試合後は感動で涙涙ラグビーに今まで興味がなかった我が家の小学生の次男がラグビーってかっこいいやってみたいと言い出しました。 ラグビーの人気日本で再び上昇しそうな予感もしますといただきましたラジオのお茶しましょさんですやりました日本代表最後まで眠気が吹っ飛びましたというふうにいただいてます、えー、改めて亀山さんこんなあのエピソードも紹介したいと思うんですがはい、はい、ラグビーって外国人選手も日本代表にたくさん入ってますがゴローマル選手ツイッターでこんな訴えをしています、はい ラグビーが注目されている今だからこそ日本代表にいる外国人選手にもスポットを当ててほしいというふうに言っています15人制のラグビーのルールではまず日本なら日本の国籍を持っている選手以外に生まれたのが日本その2両親祖父母のうち1人が日本の出身その3日本で3年以上続けて居住歴があるの。 いずれかを満たせば代表資格が得られるということなんですね、はい、31人中10人が今の日本代表は外国出身の選手なんですが五郎丸選手は彼らについて母国の代表よりも日本を選んで日本のために戦っている最高の仲間なんだと称えています、うん、国籍は違うけれども日本を背負っているこれがラグビーですと懐の深さラグビーの幅の広さを強調しています。はい これあのーうん、ラグビー関係者の中にもここのところどうもラグビーの人気パッとしない部分あったじゃないですか、はい、ジャパン対する注目が高まらない、うん、でその原因の1つとして外国人選手が多すぎるっての関係してるんじゃないかっていう声は確実にあったわけですよ、はい、ただ、それを全て吹き飛ばしましまたよね,ね外国人がいようが日本人、うん、あれだけ感動させられるわけですよ。うん 他局ですが、あの清宮さんもあの N. H. K. で確かそうおっしちゃってたように思います。うん、人生観が変わりました。ラグビー感が変わりました。もうそんなこと関係ないんです。これがジャパンですというふうにおっしゃってました。あの、はい、まさに外人を外国人多すぎてって言ってた人ですからね。今日の皆さん。うん、<laughs> ありがとうございました。皆さん、はい、メッセージ以上亀友スポーツジャーナルでした。はい、えー、今日はですね。審判に厳重注意。<laughs> <laughs> これ行きままししょうかか亀井さんわりました、はい、審判に厳重注意、18日の甲子園でのゲームです、阪神対広島、えー、審判の一人がマートンをにらみつけるような態度を取ったとして、日本プロ野球機構が厳重注意していたことが明らかになりました。こ、うん、これどういういとですか マートン選手がにらみつけられて暴言を吐かれたと訴えたんです阪神タイガースが NPB に調査を要望したところ友祥審判長が15日現場を見たマートン以外の選手に事情を聞きました審判は暴言は否定しましたがにらみつけるような態度をとってしまったと認めたということです、えー、これ具体的には亀山さん、はい、あのごちゃごちゃ言うなみたいなことを言ったりしたということなんでしょうかストライクゾーンなどについて。 だから目でこ押さえつける感じでしょうね、あ<ー>まあ、日本でいうガン飛ばすっていう感じのことだと思うんですよ、はい、確かにマートン選手、ストライクゾーンで審判のストレスが溜まっているというのは報道されてますが逆に審判の方がそれをあおるような態度を取ってたんじゃないかあお、うん、るんじゃなくてね一言一言ぐちゃぐち,ゃぐちゃ多いねん、お前っていうのが多分審判の中にあってじゃ <laughs> <ー>ないと、これで、ね、まあまあ、もちろん審判の方も素直にすいませんと認めてるわけでしょ。はい、うん、うん 違うんあえて今回に関しては、うん、マートンが悪いお、うん、他の人は一切何も言ってないわけだから、はいね、審判の方が選手より上なんですあそもそもジャッジするんだから、うん、でそれをストライクボールで何だよっていうところで食ってかかってて、うん、お前これ以上やったら退場にするぞっていう時に目で抑えるときってありますよね。あ<ー>はい、我々どうですか亀井さんも、はい わんわんにかまれそうになったら、ぐっと睨みつけますよね。<laughs> そうです、威圧ですね、ね暴力は使いませんが、はい、そこで棋戦を制すというか、長野、はい、る気ないけど、手で拳ぶ上げて、ぐっ、はい、と睨みつけますよね、そういうことです、その睨みつけたのに、わ、選手を脅すみたいな睨み方したわ怖いわ、こんな審判ないわみたいなこと、今さら言うなっちゅう話なんです、これ、マートン選手を切り替えろ、そこは割り切るということですね、亀山さん。うん、割り切れというか。うん いやこれね多分ねあの昔からデッドボール当てたら外国人選手がピッチャーを睨むとか、はい、あるでしょう、ええ、ちょっとね日本の野球をこう見下してると思います、うん、彼自身がね、うん、その判断自分の判断がすべて正しいというちょっと考え方を持ってるタイプなので、うん、もうここから先ねストライクゾーンが広いか狭いかとか、ね、そういうとこはもう関係ないし多分これアメリカでやったら一発退場ですよ ーマートンそれをささやかな抵抗としてこれやっているんだと思うので結局いつまでお前は審判と戦うんだと <laughs> もういいだろうとなんか今日も不穏な気配ありましたよね最後の,あの4打席目かな、うん、のところではちょっとそういう雰囲気が出てましたのでそこをしっかり直さないとせっかく僕、ね、いい選手だからこそあえて言うんですけど、はい、一塁であればこう態度も含めて 心身なきゃだめですよね、うん、子供も見てるわけですから、金子さんはどんなふうに思いますかあの思い込みが怖い、思い込みって怖いなと思ったのは、はい、この審判がマートンを睨みつけて厳重注意ってタイトル見て、マートンが審判を脅して厳重注意を受けたのかって、ぱって頭の中で思い込んじゃいましたんで、潜入感っていいいけなな思まあ、言ってますからね、文句を。 常に、じゃなくてやっぱり野球の中ではもちろん多少の誤信もありますけど、うん、審判が一番偉いんだと、うん、でその人たちはきちっとこうねハンドル握ってゲームを進めていかないとやっぱりゲームとしして成立しませんのでね敵に回して得すること何にもないと思うんですけどね。とい,、はい、いうことでちょっと負け試合も含めて、ッず、はいえー、ってみました <laughs> はい、はい、以上仮面松のちょっと仮面でした。 お送りしています亀山つともの「亀友スポーツマンデー」今日は阪神甲子園球場とここ茶屋町のスタジオと2限でお送りしています甲子園球場にはテレビでの解説を終えられましたメインパーソナリティの亀山つともさんそしてえ亀友レギュラーゲストのスポーツライター金子さんにスポーツキーワードいつもスポーツに関してさまざまな切り口でお願いしておりますが今日は一体セ・リーグはどこが優勝するのか。 非常にストレートな今日らしいテーマでございます。金子さんよろしくお願いします。ヤクルトって答えちゃいけないですか。<laughs> いきなり答えですか <laughs> それ。あの金子さんは今の時点で、はい、まあ負けたからちょっと気分もこう下がってるかもしれませんが。ものすごく。えー、巨人、はい、阪神、はい、ヤクルト、まあカープも入れましょう。広島もこの中でどこが頂点に上るのか。 いや、ゴルトじゃないですか。言ってるよね、さっきからね。もうあの d n a の D.N.N の第2戦かな。あの鳥谷選手がエラーして、でその後筒ぎ選手にスリーラン。あそこでもう僕の気持ちは折れました。そこですか、金子さん。もう今シーズンこれは終わったと。で昨日ちょこっとあれまだまだあるのかなと思って、今日でまたポッキリ折れました。 とてもんていうかスポーツライターを職業にしてる方とは思えないこの阪神になるとね金子さん本当にブレ幅がすごいんですよはいだから金子さんまだそのポッキリ折れた部分が今日負けてまだ複雑骨折ぐらいでしょうねでもかなりかなりヘビーな複雑骨折ですよまあ明日明後ってのジャイアンツ戦行かれると粉砕骨折ですけど確かにまだひざ関節あたりの粉砕になっちゃいますからねまだ あのファイティングポーズは取ってないといけない、うん、はい。でね。もう <laughs> あえてポジティブなことをずっと考えたんですけれど、はい、まあ勢い、誰がどう見てもヤクルトじゃないですかそうですねね今のところ、ねはい、若い才能出てきているし、はい、でもちょっと待てよと92年もなんかそんなことあったなと、はい、あの時の勢いは完全に半身でしたよね、この時期。はい、そううですも夜の暴れん坊のちになっていく。 外野手00番あたりがもうすごい頑張ったじゃないですか <laughs> そのコメントいらなかったですかでも結局経験のなさって土壇場でのしかかってきましたよねそうなんです僕もだからテレビ中継の後半ではあの最後言いましたけど、はい、我々もその経験のなさがプレッシャーになり、うん、だから、これかえってヤクルトは神宮ですよね、はい、これ勝ったことによって優、うん、になったところからプレッシャーが生まれると思うんです。うん 今日まででななかったよような気がすするん92年の阪神の方がもっと優位な位置にいましたもんねそうですでもああいうことあったわけで何にもできなくなりますからね、はいはい、ただ今日で関して言うと今日落とせないっていうあの大和君のスクイズね、はい、固かったですよね阪神に来てますよね先にね硬、はい、さがただここで落としたことによってもう勝つしかないっていい意味での開き直り感も出るかもしれないもう明日読売ボコボコにして、はい、ボッコボコにして、はい でちょっとずつちょっとずつ百ると痺れさせて。そうですね。まだ、あ、複雑考察もバッキバキにテーピングしたらまだいけるかもしれない、ね。<laughs> はい。<laughs> まだいけるかもしれないで言いますと、はい、ゴメスの副長、はい、イマダニの校長っていう話はさっき出しましたけど、ゴメス選手の副長今日も見えましたわ。はい。ね、亀山さんどうご覧になりましたか。言っちゃいますか。今は気分をやってますね。うん。はい。あの具体的にバッティングどこが戻ってきたんでしょうか。 いやすあのしっかりこう、まあ、ボールを自分のタイミングで呼び込んで、はい、自分のヒットゾーンでスイングができるようになりましたね、うん、最後、少し引っ掛けましたけど、はい、うん少しやっぱり右中間方向を向いて前のフォローを大きく取れるように振ってれば、はいあのー、本来のゴメス選手のスイングできると思うんで、うん、これも前回の東京ドームでインコース投げないだからおかしくなってるんでね、うん、うんだから、明日からもジャイアンツは多分そこ来るので。これでも 予告先発考えると、ちょっと厳しい感じじゃないですかたす菅野君もそんなにそんなにはい今のところそんなにここはね絶好調って感じじゃないので、ま、はいはい、まだ行きますよ負けたらおしまいですかねいやいや、2つ負けなかったら、<laughs> だから2つ負けた方が、<laughs> バイバイジャイアンツもタイガースも終わりです。うんあ だからタイガースはえー僕が今日さっきテレビで言った95勝ラインで持っていくとあと10試合だから8勝2敗か、うん、2> 厳しい、はい、でジャイアンツが7勝2敗なんですよ。厳ということは2敗もう明日出たら負けがなもう負けれないんでしょうああってなったらきついですよね。 これでスワローズが何んか3つか4つ負けれるのかなそうですね、スワローズ今69勝ですから、4回ぐらい負けれるんですかねこれでもう、数字上、カープ、もうほぼアウトな感じじゃないですか、残り10ぐらいで4.5ゲーム差って、はい、あの75で計算すると、あと11が12なんですけど、0敗です、うん、1>, 1個でも負けても終わりです、ね、そのラインは、カープは。でも、ヤクルトもタイガースも4つずつカープ戦残してるって。 これめんどくさいっすねだから、一番怖いのは、うん、ヤクルトとやり合いたいんですけど、うん、カープに足を引っ張られるんですよね、うん、ジャイアンツもタイガースも、うん、その前の直接対決が明日なのでここですよ金子さんもうジョンソンとかマイケン全部、全部ヤクルトにぶつけてほしいわ <laughs> <laughs> えーっとですねスワローズがおっしゃったように明日からカープと神宮で2連戦。はい で一方のタイガースは東京ドームでジャイアンツと2連戦名古屋ドームで中日と1試合だけやってカープとマツダスタジアムで3連戦東京、名古屋、広島という東海道新幹線のルートですあ。ということはスワローズにはジョンソン、マイケンは当たらないわけですね今回ね。もう今日投げちゃいましたね、ジョンソンーーョンソキけど両通り回せばマイケン黒だってところは いや外れる可能性も出てきますよね、3尺出ないで、ぶつけに来たら当たりますけど、うん、外れる可能性はあるんですよ今ちょっと予想の家の話をしたいと思いますが、はい、読売ジャイアンツ、金子さん、今年なんでうまくいってないんですか、はい、もっとぶっちぎりじゃなかったんですかと、オタクはといやーやっぱりキャッチャーじゃないですかね。 安倍それこそ、亀友でもね4月の段階で、はい、もうここでその手を使っちゃいますかって話はしたじゃないですか、はい、結局だから要、要グらグラなまま来ちゃって今に至ってますよねやっぱりキャッチャーがしっかり座らないとあそこはダメなチーム阿部じゃないとっていうことだったんでしょうかね。うーんか 一本立ちさせるために我慢するか。そうでしたね。うん、どっちも中途半端になっちゃいましたよね。そうです。亀山さんも全く同意見。はい。バチャリ奴の話だから言ったじゃん。 そうやって言ったじゃん、俺って感じになりますけどほら見たこととか先に早く動きすぎだってずっっと言てましたよねなんか横浜から神戸の小学校に転校してきたときにいきなり転校初日ですよ、お前横浜から来たんやろ、じゃん言うてみや、じゃんって言われたの今の亀山さんの言葉を聞いて思い出しましたすいいいませんどうでも話一方、首位を今のところ走りかけているスワローズなんですがアキレス腱がもちろんないわけじゃないと思うんです。 亀山さん、どんなところをつくべきスワローズ、逆にどんなところが実は心配だと思いますか。もうスワローズに関しては、だから、明日からの優勝へのカウントダウンというプレッシャーですね。精神面ですか。そんなに、だから、その七十五勝ラインでも、そんな苦しくないんですよ。うん、苦しくないからこそ、余分なこう勝って当たり前みたいなところが、<ー>その重たくなってくるんじゃないかなという気がしますね。 監督真中さんはご自身では厳しいペナントレース勝ち上がった経験はきっとあると思うんですけど監督として采配フルっていうのはもちろん初めてなわけで、はい、若い選手たちをどう導けるか未知数ですよねでカープとでしょ、うん、カープはだからもう一つ落としたらその75勝ラインいけないんで全、ええ、全部やっぱり全投入ですよ火の玉で来ますよね、当然もう、はい、フルスロットで戦いに来ますので、ええ、そこに対して自分たちの平常心の野球ができるかどうか。うん これほんんまにでできないんですよねスワローズ、今日ピッチャー中継ぎ、ちょっと我慢して、秋吉ル、イニングまたがせたりして使いました、はい、そういう意味では、まだ先を見据えてる川一枚の余裕はきっとあるなと思ったんですが、そこがキープできるかどうかいやだから、頭の中が問題なんですよね。体はななんととかあ10試合ぐららいだったら 精神的な部分ですよねロマンとかもちょっとおかしくなりかけたじゃないですか、きょう。あそこでポンと1本出れば全然変わったんですけど特にメンタルでいうと、亀山さん、やっぱりバッティングで勝ってるチームだけにポイントがずれたり、触れなくなってくると、途端にるとそうですね、それはありますけど、だけど、あそこの2番、3番バッター、強いですよ、本当に強い、崩れないですねねあとババレレンンンンテティィ戻ってきましたはね。 あの打ち合わせで普段言ってるみたいな感じになるかもしれない打線を積む可能性である打点になる、はい、バッターの可能性は高いですね、うーんホームラン出ないとやっぱり魅力ないので、ええ、守備もあんまりなのでね、うん、だからここが足引っ張るかもしれないあっれー戻ってきてそれが裏目に出ることも含めてバレンティンが鍵かもしれんとといううことでしょうか、はい、ただ決まる時はバレンティンの一発で決まる気もしますけどね。 これ結局、また話が振り出しに戻るんですけど現時点で有利なチームがもちろん有利なわけですが亀山さん、タイガース、はい、苦情のキーマンやっぱり藤波ですか投げる方は。 いやもうだけどピッチャーもちろんピッチャーを頑張ってますよ今日も六安打ですからねそう,かそうですねまあまあ点は入りましたけど打つ方ですか打つ方ですねうもうこれはここっていうところでピチッと点が取れなきゃもう今からの一点の重さっていうのは全然違いますのでね三四、はいうん、点やっぱり取ってそれ以上取られて負けるのは仕方ないんですけど、はい、取れずして負けるが一番ちょっと納得いかないですね、うん、金子さんは望むことタイガースに えーえーえー、暗いですねあの、クライマックスにカープが上がって来られると嫌だなっていうことぐらいですかね、ジョンソン、マイケン、黒田で来られたらどうしようもないなっていう先の先を考えてるわけです、はい、<laughs> だからカープも3着狙いをしだしたらおかしくなりますよ。 どこもちゃんとやっぱり優勝を目指していくことが、うん、スワローズを引きずり下すための一番の大事なところですからね。頼のお兄ちゃん、はい まあでも中日ファンからするとです、ね、でうらやましい限りですよ、えなんかえかおっししゃいまたもう引退する選手、<laughs> カールガール、今日も出してね、いや、いいんですけど、ファンサービスですけど、鼻相撲じゃないんだから、寂しいなっていう感じですね、いや、まあ、亀井さん、今日のこのスポーツキーワードのネタに関しては、そのドラゴンズ、入れる必要なかったんじゃないですかね。<laughs> すいませんん、えー、以上金子さんのスポーーーツキーワードでした 今日の亀山勤の亀友スポーツマンデーは甲子園球場の亀山勤さんそしてスポーツライターレギュラーゲストの金子達人さんとここ茶居町のスタジオを結んで2限でお送りしましたもうすっかり亀山さん金子さん外暗くなってきましたはい。球場ももうお客さんもいないわけでそうですねうん先ほどまで、ね、ちょっとツアーっぽいのやってましたけどねはい。もうあとはあれですね反省会と称する 僕と金子さんのの焼酒場所をるだけでですすねねはいそうもう今日勝ってさえりゃなという感じだったんで今日は飲みますよもう僕は飲みましょう飲みますよあそこに向かって飲みましょう明るい話ラグビーにもう一回戻したいと思いますよかったなラグビーはこれね亀井さんちょっと一言言わせていただいてどうぞどうぞこれ今回のラグビーのワールドカップ日本が勝ったこれなぜ勝ったかいろいろ要因あると思うんですが一つには 専用競技場で行われていたからお客さんの力が日本の力になったっていうところあると思うんですなるほど残念ながら日本で行われていたら日本の陸上トラックのついたスタジアムで行われていたらあの感動も奇跡も起こらなかったなるほどで今度の19年のワールドカップは史上最も陸上トラックの多いラグビーのワールドカップになるわけですよ、うん、これ今からでもいいから何とかしませんかと、うん、ラグビー人気これ火つきますから トラック分の何メートル、何十メートルが金子さん、大きいわけですね、選手にとっては、はい、で日本の高校野球の選手たちに、野球場でプレーしたことない選手っていないわけじゃないですか、でも日本のラグビー選手、サッカー選手、サッカー場で、ラグビー場でプレーしたことのない選手、いっぱいいるわけです、うん、これを今度のワールドカップ機会に何とかしましょうよっていうのを、声を上げていきたいですね。うん サッカーも昔はそうでしたもんね、ずっと陸上と兼用のスタジアム、球場ででやってきたわけであるいは校庭ですから。はい それをラグビー文化にもということですよね。はい、しかし、まあ、あの、本当にラグビーワールドカップと比較してはいけませんけど。はい、タイガースのちょっとあかんところが、そこでやっぱり集約されてましたよ。胸を<う>、胸を打ってくんないんですよね。ね南アフリカの消極的な部分。うん、あの、要するにもう後がないんだから。うん、ね、行くしかないっていう日本。うん、あの姿勢を貫いていけば。はいね、まだまだ。 粉砕骨折ですから。<laughs> まだ何とかなる、まだ何とかなる、<laughs> きっと。はい。ええー、亀山さん。複雑骨折。もうダメじゃ。あんゃん、ん <laughs> ええー、甲子園の亀山さん、金子さん、どうもありがとうございました。来週は亀山さんとともにスタジオでお送りします。はい、それでは今週はこの辺で失礼します。また来週です。さようなら。